はい、えー、お疲れ様でございます。4月の13日金曜日の日帰り竹部です。 えさて本日の東京市場、揺るがしましたのはやはりですね北朝鮮からのミサイルとこういう形になりますでしょうか、ただし市場には直接影響を与えていないとういうところでまあその見解に関しては一部マスコミさん、報道機関からの,の取材にもお答えさせていただきました、せ越ながらお答えさせていただきました、その他にはまた、リキアの FX 道場というブログの方にもちょっと見解を書かせていただいていますので、ぜひそちらの方をご覧になっていただければと思うんですが、さてそれよりもですね まあそもそも今後のドル円相場の行方をちょっと非常に私懸念しているんですがちょっとこちらの方をご覧になっていただけますでしょうか、まあ、もちろんですね今週、今週というか本日が週末でございますので週末リスクというのはもう何度も何度も繰り返し,繰り返しておりますので十分ご注意していただければと思うんですがここにきてですねやはり日米の金融政策の軸足若干ですねやはり米国のファンダメンタルズでちょっと冴えないのかなという状況の中で低金利政策を維持させなくちゃいけないのではないか といいうようよな FRB 人の発言が相次いでおりますでそれに対してでございますけども、えーまあ、当然円売りになればというところでございますけども、日銀の金融政策決定会合、えーまあ、10日で見送りとういうような形になりました。で、27日にという期待ではありますけども、 えー、若干これ言葉良くないかもしれませんが、語るに落ちたという言い方をするならば、あ民主党サイドのまあ会合にですね、日銀の審議員をまあ呼ぶというような、まあ、これ政治的な圧力とは申し上げませんが、まあ、いずれにしてもですね、なかなか、 直接話し合わないと、うまい具合に行ってないということが逆にあ,あらわになってしまったというところでございますので、なかなか噛み合ってないんだなというところで、サプライズ的な円売りでもない限り、これは120分の足のチャートでございますけれども、まあ、大きく反転していくのはちょっと難しいのかなと。で、今回はあの、毎度毎度の、えー、緑と赤と青の、えー、長方形の、 え、まあ大きなチャートを示させていただいておりませんけども、85円に向けた動きというのが少しノッキングしているような状況になりますと、やはり、え、以前から申し上げていますように、急激な円高ではなくて、やはり緩やかな円高であったと、いうことを、え、まどちらかというと示してしまう形になるのかなと、いうふうにして懸念しております。そしら来週でございますけど、ちょっと見づらいかもしれません。え、本法の指標がピンク、そして米国の指標がブルーでございますけども、えー、 パッと見た限りですね、インパクトを与えるような。 え、指標はないんですが、じわりじわりと効いてくる可能性があるのが、やはり、米国の経済指標、それぞれ、えー、まあ、冴えるか冴えないかというところでございますけれども、上値がドル円相場重いという状況の中ではですね、現状80円台、81円台と、おう、いう動きで見せておりますが、えー、あまりずるずると下がっていってしまうようですと、えー、2月の下旬でございます。えー、米国指標が非常に、えー、県に合わせて、パーナンキー FRB 議長が、まあ、追加金融緩和を、まあ、に関するようなお話を なさらなかったというところから大きくドル円相場が上がっていった水準80円の50銭水準、えー、ここをですねちょっと下抜けていくような形になるのがちょっと怖いなというふうにして感じておりますまあ、そういう意味ではですね来週もちょっとドル円相場においては上値が重くて、えー、戻り売り戦略を取ってくるのかなというところで見ておりますが、えー 東京金融取引所におきますクリック365では継続してですね、え、役割での、まあ、ドル買い円売りポジションというのが膨らんできておりますので、そういう意味では、あの、個人投資家の皆様方ですね、え、今までの、まあ、政府、日銀の連帯感というところは当然、え、期待したいところではありますけれども、マーケット、生き物でございますので、どういった動きで、どういった、 ちょっとしたですね、政治報道、そういった関連で、上値がさらに重くなるような可能性がございますので、十分ご注意していただいて、為替ドル円相場の方にお取り組みしていただければと思います。以上、4月の13日金曜日の日替わり竹部でございました。